どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続きやっていきましょう。実況パワフルプロ野球2010、続きやっていきたいと思います。とりあえずね、どうしようかな。まあコーチもいるしメンタルトレーニングやってこうかな。はい、なんかどうだ。もしもし、ゆうかくん。はい、なんでしょう。時間あります。行きたいとこなんだろう。はい、ちょっとそこのベッドを使わせてもらいますね。何をするつもりだ。ツボの勉強してまして嫌な予感がする。大丈夫なツボをしています。大丈夫大丈夫かな。大丈夫って。よろしくお願いします。はい、ここですかな。お、なんか腕の筋肉が張ってきました。どれどれ。本当ですね。大丈夫なんですか。上半身の筋肉が強くなってる。マジか。結果オーライです。何を狙ったんだよコーチは。そろそろ練習レベル上げる。ありがとうございます。うれしい。体当たりのコツやっとけばよかったな。まあいいか。どうしよう。監督いるから落合監督ちょっと監督の評価上げて、急いでもちょっともうスタメンで使ってもらえるように頑張らないと。どうしようかな。ちょっと迷ってるこれ。まあでもストーリー進めたいから、ここは精神練習かつ育成コーチの評価を。またか。大丈夫かな。ちょっと怖いんだけど。駅前。なるほどね。頼みましたよと。あったかな。無事探すことできた。よかったよかった。いい表情くださいと。おはようございます、うか選手。ちかさん、いい絵が撮れたかな。まあまあってとこね。俺もちゃんと撮られるようになったんだな。ちかちゃん的にはもっとイケメンに撮りたかったんだけど、次はちゃんとしたよね。俺の責任ですか。何をちかちゃんの写真の腕を疑うの。逆ギレっすか逆ギレっすか。本当にこれはまあ一応こうやっちゃう。いたね今長谷川さん。長谷川さんいる時にやった方がいいのかな。そうっぽいわ。精神鍛錬頑張ってるようだな。長谷川さんもちろんですよ。俺頑張ってます。特別に意外性のある選手になるとは特訓しようか。それなりにハード、体力的な精神を、やります。そこの熱々の鉄板の上をゆっくりと歩くんだ。いきなりハードだ。そのなんか鉄板渡りって失敗のもあるんだ。あれは長谷川さん。タイムアット。こりゃまだまだだな。35歳の時よりちょっと悪いかな。あと1時間走り込むとするか。長谷川さんがこんなに遅くまで陰で努力あるから、40歳になっても高いレベル保ってられるんだ。努力は報われるか。よし、俺も頑張らないと。長谷川さん以上に走り込みだ。そろそろ終わりだな。よし、短距離走あと10本だ。浮かないやつに残り練習か。なかなか頑張ってやがるな。やる気は変わらないのね。さあカープ、松田ズームスタジアム広島で。まだ代打か。しょうがないな。しっかりと活躍して評価上げないと。とりあえずこうかな。でキャンセルでとりあえず弾道10にしちゃおう。弾道じゃねえ、パワー B にして、で一応走力も上げといて、特殊系ちょっと取っちゃおうか。何かパワーヒッターは無理か。まだちょっと180足んねえな。だいぶチャンスに強くしとこうとりあえず。じゃあ行きましょう。めちゃめちゃチャンスに強いバッター。これ代打でチャンスだったら相当ありがたいんじゃないですかきっと。代打丸の方が良かったかな。だとしたら俺しくったかも。代打出場分かってるんだったら代打丸取っとけばよかった。まあこれからスタメンになりゃいいだけの話か。さあ行きましょう。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ。いやー、ここでも一発かましたいですな。マイケンかー。うわ怖え。マイケンこんな茶髪だったっけ。まあ頑張っていきましょう。さあおしょ、1点リード。回ってきた。ワンアウトランナー一塁。やっぱマイケンすげえな、能力が。牽制丸なのにエラーもあるんだ、やっぱ多少は。どうですか。オッケー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 、よし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 、ひとまずツーベースやったぜ。でも2番いいの、荒木井端のところにすげえ洗い場に挟まれてる俺打順なんかすげえ光栄なんですけど。さあ第2打席、おうスライダー苦手だな多分、来たとしたらですけど、おお抜けたラッキー、今の俺抜けると思ってなかった。よっしゃオッケーオッケー、いい成績なんじゃないですか、勝ったし。2打数の2安打、これまあ多分規定打数到達してねえんだろうね、打率で言ったら。どうなんでしょうこれ、打率のランクっていうのは規定打数到達してからなのか、それともそんなことないのか。勝利、ういとりあえず勝ってもよかったし成績も残ったからよかった。うい5月になり本格化、おおいいね、1位ドラゴンズこのまま、うい2安打お出ましたね。打率25位、打点30位、ホームラン28位と、はいオッケーオッケー、悪くないんじゃないですか。筋力ポイントが少し上げて、さてどうしようかな、とりあえずちょっと能力アップはまだいいか、精神練習でなんだっけ、長谷川さんがいなかったらやろうぐらいの感じでしましょうかね。おいブロック丸のコツ、ブロックキャッチャーでもないのにブロックの丸もらってもしょうがないな。おありがとうございます、やる気絶好調いただきました。そしていないな、筋力コーチどうしようか、打撃ちょっと 6% だったらやるか、おい監督もいるし、はい、そしてどうだ、ちょっとデータ見てみて、これで判断しよう。球団関係者のデータ、もう少し頑張れよと、なかなかより見どころある、頑張ってます。守備走塁コースの評価もうちょっと上がればいいかな、そしたらほいよっしゃい、めっちゃ回復した、ありがたい。で長谷川さんいないね、よいしょ、ここにいたわ、いた、はい全力ダッシュ、よーしいいぞ。パ・リーグのチームとの試合、おおセ・パ交流戦、ういきたー、3番レフトついにスタメン、頑張るぞ期待してるぞと、任せてください。なかなか悪くない能力になってきましたよね、ちょっとずつですけど。パワーミートかこれで、パワーが5でアップ、意外と A までいくかもしんねえな、このままいっちゃおうか。まあそれはそうだよな、だって1回で44溜まるんだから、調子いい時は。で多分なんかこうブランコとかそういうパワーのある選手がってか打撃違う、パワー練習が得意な選手がいたりすればなおいいんだろうね。さあいきましょう、福岡ヤフオクドームでの試合です。和田わーういどうだ、よっしゃい、オッケーオッケー、今日も1安打まずは。そして4番ブランコに託すと、よしよしよし、2点入った、いいぞ。ノーアウトランナーなし、ヤフオクドームでもホームラン出るかな、深いとこ行け、行くんじゃない、惜しい、フェンスダイレクト、ツーベース、よし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 、いいぞ。今日は2安打、少なくとも一気に逆転されてる。今日当たっている鵜飼、バッターボックスに入りました。さあ投げた、どうだ、よーし、深いとこいった、いいぞ、帰ってこれんじゃねえか井端さんなら。井端さん無理か、でもチャンス拡大、あとは回せた。さあ4番ブランコ、得点圏打率あなたに託して、あれーここで俺が来るわけか、危なっ。さあ次はよし、深いとこ行ったでしょこれ、よっしゃオッケー、もう一人帰ってこい、無理か、もう一人はまあとりあえず今日は猛打賞だね、もう1点来た、いや緊張するわ。ターニングポイント、守護神マハラ登板、速くねえか、157キロってやべえな。コントロールええか、しかもよし出た。さあランナー帰ってくるか。あー無理か。これはでもナイスヒットな、あなんねえな、点が入んないと。そっか、ナイスバッティングにならないのか。もったいないな、ここで負けたのはちょっと。せっかくのチャンスだったんだけど、シングル、でもこれ、打率相当伸びたんじゃない？少なくとも10ランクぐらいには行ってほしいんだ。なんかこう、一桁にはいかなくていいから、だから、十数位とかそのあたり。だったらありがたいんですけど。はい。セリーグの順位は、あ、2位になっちゃったか。残念。ルカ選手、はい。5打数1打点。打点いいね、15位。ホームランが28位。はい。ホームラン行きたいね、思いっきり。A にならないとな、パワーが。まあ、地道に頑張っていきましょう。はい。そして練習と。どうしようかな。打撃。あ、ブランコいるじゃん。ブランコいるならやるべし。うい、52。お見事。はい、そして練習でどうだ、ちょっと、あ、今さっき俺メンタル確認し損ねてたな。ボールカップ。さあ、パワーとりあえず A に。よし、A になった。で、ミートもとりあえず上げておこうかなと。まあ、とりあえずはこれでいいかな。じゃあちょっと練習。まあ、井野育成コーチの評価。まあ、育成コーチ結構上がってんだよな、でも。うん。おい、おパワーリンを買ってきてもらう。だって今から練習始まるのに。いいから買ってくるんだ。もたもたしてる練習が始まるから急いで行ってくるんだぞ。はい。100本買ってきてくれ。へえ、めちゃくちゃ重いじゃないですか。そうでないと意味がないからな。さあ、早く行った行った。はい。さすがに100本は重てー。筋力がものを優勢。かかってきましたよ、長谷川さん。遅いぞか。もう練習は特に始まってる。まったく頼りにならないやつだ。期待外れだぞ。ああ、評価下がった。マジか。総力あったら間に合ったってこと？違うわ。これ多分メンタル練習をおろそかにしてたからってことなのかな。あ、いた長谷川さん。おいおい、ふうえい、意外性出た。意外性も関係ないんじゃないかな。まあ、とりあえずやっとこう。はい。で、どうだ。はい、よし見えた。おお。で、意外性のある選手になった。特殊能力はもう長谷川さんとの特訓でやった方がいいのかな。ランダムにはなるかもしれませんが。うい。よし、体力も回復するしいいね。あ、なんでしょう。またツボかな、さては。あ、ツボだ。はい、大丈夫かな。変なとこ押すなよ。うわあ、疲れが取れた。関係ねえな。あ、最大値ラッキー。掃除する。はい、気持ちいいな。すっきりした気持ちでいけ。あ、監督嫌な予感がするな。おい、俺は雑用手伝った。なんだそれ、雑用かい。数日後、夢のオールスター戦選ばれた。なんだよオールスターに呼ばれたかと思ったわ一瞬。怒り。うわー、すげえな。し、どこを見ても怒りのことばっかりだな。くそー、いつか俺もこの大観衆の中で頑張ってやるんだ。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。